安尾です。バルクチラジオ第16回目やっていきます。さて今回ちょっと遅れちゃって申し訳ないんですが、今回ネタないんだよね。バルクチラジオってね、大体このチャンネルで起きたこと、もしくはこれから起きることを、例えばそうだな、グリフの件とかね、ちょっと話してきたんだけれども、今日はね、ネタが決定的に喋るネタがないというわけで、今後のことにね、備えて、ちょっとね、コメント欄でね、なんか喋ってほしい内容とか、ちょっと書いてくれたら嬉しいかなと思います。で、面白いネタとかあったら、まあそれ一本単体でまた別の形でね出しても面白いんじゃないのかなと思ってるんですよね。バルキチラジオいるのかな。毎回ねその金曜か土曜あたりになるとね、安尾バルキチラジオまだ、安尾バルキチ帰っちゃうよ早くしないとって結構催促来るんですよね。いやありがたいことなんですよ。ただねバルキチラジオってね、いつもなんつうのかな、まあ、こっからここの時間はとりあえず編集するぞってがっつり決めてね、まあ、時間取ってやってるんですけれども、バロキチラジオに関してはね、まあ合間に編集しちゃうかみたいな、合間に撮って作っちゃうかみたいな感覚なんですよ。もう本当適当に作ってるだけの動画なんですよね。まあ、カット編集もほぼほぼないからね、カットあったとしても3箇所ぐらいしかないとかね、そんぐらいのレベルなんですよ。なんですなんかちょっとわかんないんですよ。野草も何を喋ってるのかわかんないけれども、このバルクチラジオって需要あんのかなちょっと不思議なんだよね。わかんない、本当にわかんないんだけれども、ちょっと話すネタがない時もあるから、ちょっとねその時に備えて、コメントしてくだされば野草も助かりますよと。で面白いなんかネタ的ななんつうのかな、ネタがあれば、まあ、また別の一本としてね動画に撮っていこうかなと思います。早速バロキチ見ていきますか。今回何だったっけな、なんかリーク情報でね、そうレリックが来るみたいな、来てねえやん。あ PC しか来てないのかなってことは、はあそういった感じね。あでもなんかボルトのなんか PC の方はボルトのなんかレリックが来たんでしょ。あとオドナタのレリックとかあそこら辺のやつが来たんでしょ。欲しかったな今回の新商品は。あーなんか微妙だな。なんか微妙だな。まあこのマスクじゃなくて、なんだこれ。あ、ちょっとわかりづらいな。俺マスクつけてるから。なんか頭につけるティアラみたいなやつ。ちょっと買っていこうか。37万5千も取られんの？マジかよ。ぼったくりだな。いい商売してんな、バルキチ。まあ武器が2個か。で、さらに、ハイドロのスキン、そして、まあ、シャンダナ、これ結構いいシャンダナなんだよね。ぜひ買ってみてください。これ結構使いやすい。ただ、プライムドモッドがなかったのがちょっと残念だな。まあ、テンポロイヤルが来てるところがすごい嬉しい。クレブか。アフィブにしてくれよ。いや、アフィブもいらないわ。まあ、切断のこれとかも正直微妙だしね、今。まあ、スタンスが3種類。アストラルトライワイトとかもね。まあ、ブーメラン、グレイブとかにつけたら本当に強いスタンスだからね。なんか今回微妙だな、本当に。微妙だね。今回、外れだわ。俺、こんなキャラクターだったの。決め顔すんな。こんなティアラなんだ。いや、すげえな。耳のところがなんかウケんな、これ。耳が違う気がするな。もっとなんかいいのないの？バルキチの。いや、こっちのがなんか、いいわ。あ、メガネとかつけれんのね。まあ、こんな感じでね、ティアラですね。はい。まあ、バロキチマスクと一緒につけれないっていうのがちょっと残念かなといった感じで。以上、安尾でした。この後また一本動画撮影して今日中にあげようかなと思います。またね、バイバイ。